ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は。野村古道作銭形平治鳥物控えより。一人芝居。昭和三十一年。オール読み物。千九百五十七年。銭形平治鳥物全集。第二十五巻より。青空文庫。未収録。それでは。 本文をどうぞ。一人芝居第一章。おやぶん、変わったことありませんか。両国界隈も、この説はしけで、ろくな野良猫も出てきませんよ。八五郎が、こんなことを言ってくるくらいで、近頃は、ろくな小色もないと見えて。 袖口はほころびたまま、情けないことに武将ひげが伸びております。誰かを追っかけていねえと、三度の飯もうまくはねえだろう。縄張るうちはそんなに暇がい。平次は近頃、両国よりの一角を八五郎に任せきって、武将タバコを吸いながら、横ちょぼの隠居らしく貧乏な姿勢の生活を楽しんでいるのです。 ろくな小色もできませんよ。もっとも袖口のほころびは二三ちおばさんのいねえせいで、よせばいいのに泊まりがけで慣れたい気がしたよ。そいつは気の毒だ。男状態にうじが湧くだろう。でも、ひげだけは当たっておきなよ。鼻の下を薄黒くしているのは、エロっ子の自慢じゃねえぜ。<laughs> 一言もねえが、親分。こいつにはけがあるんで。 というのはごひいきの長女のエビ床の親分が3日も目から店を閉めて張った権十郎の老宅に爪切りですよ。あぶれ浪人が20人もいるんだ。しばらくは出てくる見込みはね。心細い職人とな。ところであっしやカミソリは大の下手でしょう。自分でひげを当たって顔中傷だらけだ。35箇所の刀傷じゃみっともなくて長女も歩けやしません。短大お三郎だ。ところでその。 権十郎というのはんだい平次は聞き耳を立てましたあまり馴染みのない名前です向こう柳原の老宅ですよ天下御免の博打宿と言った方がいい元は堅実の道場だがいつの間にやら野良倉門が寄って三文博打を追っ始め今じゃ江戸中の天猿門が集まって宿を作り 暮らしが不自由なんで出入りのエビ床の親方を呼び寄せ飯を炊かせたりひげを剃らせたりお上の意向を無にして人を人とも思わねえ暮らしをしております。両山迫だな。なんか知らねえが近所は大助かりですよ。喧嘩や出入り事はなくなるばかりか店屋は増え町内におしがれや寄りつかねえ。とんだ幸せじゃねえか。その代わり八田権十郎の老宅の近所は56軒空き家になりやしたよ。 仲間同士の切り絵はする壁はぶち抜く大声を出す手をつけろれんせんありそうなこったなのんきにしていると向こう柳原中腹っぱになるやせよご近所は肝を潰してしっこしてゆくうっかりすると命が危ねえってんで八五郎は面白そうでした昔は公衆道徳も確定せず夜中も酔いもない騒ぎで ずいぶん近所迷惑なうちも少なくなかったのです今では名ある遊覧地でさえ夜の9時過ぎの騒ぎは禁じますが江戸時代にはそんな手軽な制度さえなく落語の三軒長屋が至る所に実現されていたのですはは面白いなお膝元は賑やかでよかろうがその面白さもいつまでも続くわけではなかったのです。 秋晴れの日は幾日か続きました平治は明神下にこもった霧忘れるともなく向こう柳原の事件を忘れていたのです武士と町人と町やっ子と幕中地とそれは厄介な存在でしたが江戸の暗記の上に互いに絡み合って書くことのできない有機的存在だったのです向こう柳原の八五郎から 使いの来たのはそれから二三日経ってからでした。八五郎自身が飛んでこずに近所の衆に伝言を頼んだところに、事件の呑気さと人殺しなどには縁の遠い気楽さがあります。親分さん、大変でございます。向こう屋柳原の人間はみんな死んでしまいます。なんだとそりゃ嘘ですが、五郎人の八田さんのうちじゃ三人や五人はきっとやられます。他町へ来た。 買い出しの男らしいのがこんな具合に乗り継ぎました別に大した用事があるわけでもなく犬に吠えられながら出て行きます八五郎が自分で来ずに使いをよこすということは平治にとっては容易ならぬことでした待ってくれ俺がすぐ行ってみるそんなことを言う暇もありません平治は明神下から向こう柳原へ宙を飛んだのです第二章 騒ぎは容易なことではありませんでした明神下まで人を走らせながら八五郎自身は気が気でないらしく途中まで平時を出迎えていたのですのんきもの,の八五郎にしては前例のない緊張ぶりです多分、大変なことが始まりました八田の屋敷で当てられたのが20人一晩大騒動で 吐き下す騒ぎをやったがみんな命に別状はなくって今日はケロリとしてやんすおかげであやしは近所付き合いで呼びつけられ一晩二十人の病人を解放させられましたよ一晩六に寝つきはしません八五郎は一晩の疲れに薄黒くなって目ばかり引っ込ませているのです「大変な顔だぜそれでも命が無事だったとあめでてよくよく閻魔大王にも見放される口かし声がだけ。 みんな聞いてますよ。平治は八五郎に注意されたのは初めてです。八田の屋敷はそれほど近づいていたのです。四兵衛、闇汁をやったのが悪かったんですね。掛けばくは網で田んぼの流れをしゃくって、味噌汁へテールの子もお玉尺子も一緒にぶち込み、舌鼓を打って闇汁を吸うそうですよ。町のヤクザな浪人や侍の中には、 昆虫も一緒に食うすさまじい手合いもあるそうですそんなのが一つの見えにもやせ我慢にもなったでしょう江戸の町の中では手軽に闇汁もできなかったでしょうが幕地や遊びごと、果ては夜中のつれづれに野菜も魚も果物なども大鍋にぶち込んで一時の闇汁を作ることはこの社会に珍しいことではなかったのですずっと 後の夜、正岡四季がほととぎすを始めた頃、明治年間の文史の中に上品な闇汁が流行った時代があります。老廃人の内藤名説王が何にも入れるものがなくて、お鍋の中へタバコの煙を吹き込んだという笑い話も伝わりました。それはともかく、八田屋敷を占拠して、 八丁嵐の浪人どもは表看板の武道の合間に大鍋をかけて闇汁を楽しむのも無理ないことでその日も宵の口から庭先に大鍋をかけ手当たり次第に食料を投じました喧嘩剣術の間間にこれを頬張って原因するのがあぶれ者たちにとっては一つの楽しみだったでしょう主演は宵から始まって 夜中におよびましたひと汗かいたあとの主演はこよなくも面白いものでした「どうだいっぱい食え」「ん、死すら避けず死守いずくんぞ自するに足らんや」「さあ来い馬のわらじでも毛虫でも何でも食うぞ」別の宗師はそう叫びました「四鬼本義を棒読みにし乱漫たる水鬼をあきますそんなうちは結構でしたが やがてざわれ酒は回った夜中近くなると20人の葬儀が1人ずつ変な顔になりました五蔵ロップがシクシクと痛み始めたのです「どうも変だちょいと待ってくれ」20人の葬儀がぞろぞろと便所へ立ち始めたのですそれから明け方まで一丁四方もあるあった屋敷は腹痛と便所と苦悩との一 町内の医者坊主と大変な騒ぎが始まりました二十人の草子が一人残らず猛烈な腹痛に悩まされ恐ろしい下痢が明け方まで続いたのです銭型平治が駆けつけたのはそのあくる日の朝でした幸い死んだ人はありませんが二十幾人の草子は所在に突っ転がり青い顔をしてうめくのです こんなわけで足も手をつけられんせん。幸い丈夫な人間ばかりで死んだものはねえが、迎えに来られて見に来たとき足も驚きやしたよ。屋敷の中の三つ四つの手洗い場はみんなふさがっとる。八五郎もこの海宝には手を焼いたらしく驚いております。悪い病気じゃなかったな。そんなもんは時効じゃありませんよ。とにかくみんなに会ってみよう。評判のよくねえ町道場だから、減っても買わねえだろう。 平次はこの中に入りました。表のない畳、雑巾をかけたこともない板の間。 日頃は町の御用聞きなどの入るところではありませんが二十人ことごとく倒れてはブレートがめする相手もありません八田様あっは平治でございますこの度はとんだなんで奥の一間主人八田権十郎の部屋へ通りました床は敷いてありますが病苦に悩まされて見る影もない浅ましい形ですいや平次殿か。 拙者も今度ほど参ったことはない鍋の中に何が飛び込んだか心置きなく調べてもらいたいお心当たりはございませんか闇汁の鍋の中へ半妙とか毒虫とか入らぬともないが今は夏でないからそんなことも考えられんお支得は門弟どもばかりだもっともほかにふたり鍋の世話をしたのがある 当家の下男で木次郎と申す若い男と以前からこのうちに住んでいるおはぎと申す娘がいるこれはまだ十六で物の数でもない他に先生敵と申す者は敵はある江戸中に道場を持つ者はみんな敵だと申してもよろしいが仮にも武術武道を持って立つ者が鍋の中へ毒を投ずるような なな卑怯なことはいすまい御門亭宗は「当屋の闇鍋に集まったのが二十人。私分の者は五六人もあろうか。日頃目をかけている。間違っても拙者に仇をするものはない。おのめは「塾頭は神崎十三郎」「大芸子は田代伊太郎、以下二十何人」「いずれも万夫不当の勇士ばかりだ」「いちいち呼んでみようか」「や。 それには及びません平次はそこを引いて道場中を一回りしました病人は大抵治ったらしくそれぞれの家へ帰りましたが容態の悪いのはまだ何人か残っているようですおや銭形の親分帰りかけていた町内の本堂の坊主頭が声をかけました幽庵という太鼓医者です ユーアンさんこれはいいとこでお目にかかりました20人の大の男がやられた毒は何でしょう渡郡を取材にしたジギタリスかなトリカブトかな大した毒ではないが一時は菊出しはひどかったよそれは何でしょう巨旦に菊という薬だ真の病にも効くし若返りにもなるめちゃめちゃですね 大の男がこんなことで容易に死ぬものではない。吐き下しが精一杯だ。半妙か幻聖が鍋ん中へへったんじゃねえでしょうな。そんなことはない。秋口になってそんな虫が飛んでくるはずもない。第一、半妙や幻聖が素人の手へ入るものではない。ありがとうございます。それで大体わかりました。平治はそれぐらいにして切り上げ、道場の部屋部屋から、 の大鍋は騒ぎのあとで洗って魚も残っていず「鍋はどうしたんだ洗ってしまいました」年の若い喜次郎がケロリとしてこんなことを言うのです「恥、おめえはすまねえがこの界わいを一回りしてくれねえかすり屋が1件や2件はあるだろう薬を盗まれたうちはねえかそれを聞きてえんだ」 え向こう柳原中の着薬屋はみんな知ってますよ惚れ薬というのを漁ったんでああかん八五郎は無駄を言いながら飛んで行きました惚れ薬はともかく向こう柳原中の着薬屋は縄張り打ちです第3章。しばらくすると八五郎は戻ってきました平次はその間中 買った塾を内外から調べて、少しでも怪しいものを嗅ぎ出そうとしていたのです。おやぶん、神田中の金薬は終わらびきましたよ。惚れ薬も半苗も売ってるうちがありませんよ。バカ野郎、まだ惚れ薬にとっつかれてやがる。それは冗談だが、トコンも鳥かぶとも取られたうちはねえとしたらどんなもんで。うん、たくらみは不敬な。それからどうした。ついでに近所中の評判を聞きましたよ。

仲間部屋を占拠してよもすがら長藩の争いを続けたところも少なくはありませんインチキ町道場が夜になると賭場になったところで何の不思議があるものでしょう八田屋敷の近所はみんな逃げ出してしまいましたが中心の八田屋敷も無事では済みません。元れっきとした商人で外神田を平芸した先代の清右門も夫婦とも死に絶えてはそれっきりになり 維持の騎次郎は下男として残りごはん炊きのおはぎはそのまま居座って飯炊きのような仕事をしていたのです町人のこの騎次郎は行くべきところもなく取り仕切ってやるほどの親類もなかったのでしょう十八歳の年弱な上に生まれつきの弱気で踏みとまってしまいました八田権十郎にしては給料のいらない下男でそのままズルズルべったりに この男の存在を見過ごしていたのです。きじろうは生まれながらの大気の坊ちゃんでした。弱気でものの役に立ちそうもありませんが、おはぎは柄の小さいに似ず、取って十七八で色の浅黒い花の下の短い重いのほかの希少ものでした。ただし体が小さいのと声がやさしいのでものの影のような儚い存在です。 これだけ聞いてきましたよ。近所の衆は触らぬ神にたたりなしで八田屋敷をよけて通りやすがところで塾船中に怪しいのはねえのかそれも一通り調べてみました塾頭の神崎十三郎は薄はげの四重男八田塾から飛び出しても召し抱えてもありません大芸子の田代板郎は実は田代屋の板子という町人の子で 喧嘩のお先棒になるよりほかに脳のねえ男で、気早やいが、資料も分別もありません。38になる塔の立った男で、毒は盛りそうもねえな。あとの20人は、そろばん玉の帯を後ろに締めて、見重とこけおどしに面固手をつける男ばかり。大鍋に毒薬を放り込むやつなんかあるやしません。長年をそそって歩くと、浮気な心臓が晩ごと気が変になる。 あの人はおつだわとね。バカにしちゃいけねえ。帳面付けと熟刀と八田先生を加えて武家上がりはたった3人。これじゃあ毒害の下し人はありませんよ。そう片付けちゃいけねえ。大友の黒主はどこにいるかもわからねえんだ。おめえは気の毒だが喜次郎の身を洗い出してくれねえか。先代のせがれが下男になるのも訳があるだろう。やってみましょう。下男のくせに妙に優しいが。 ろくて気になる野郎じゃありませんか大急ぎで頼むぜえ八五郎と平次はしばらく様子を見ながら先代のせがれで今は下男になっている木次郎を調べることになりました第四章八五郎はどこともなく飛んで行きましたとちっ子の八五郎には大方は見当がついているのですが先代の主人木右衛門がまだ盛んだった頃隠し子であった木次郎は 小石川の奥の方に育ち年頃になってからお上が死んだ後で改めて本家に迎え入れられ間もなく先代が死んで家道が没落し老人者の発田に使われることになったのです八五郎はその辺りまでは知っておりますが詳しい木次郎の身元を知っているわけではありません知り合いから知り合いをたどって小石川に行くと

四つつもつも五あり中でも後の植物園音羽の薬草園目黒のお薬園など幕府直接の感覚で大した見識を持った時代ですその他加賀家紀州家水戸家の薬園など江戸の各所にお薬園がありその盛大さは今日考えたようなものではありません。八五郎は水戸のお薬園から かがさまお薬園のあたりを一回りしてみました。園いっぱいにもろもろのお薬が落ちてあり、とこんもジギタリスも少し薬草園に近いになればいくらでも手に入る道はありそうです。大そうなお薬ですね。この中には毒なのもあるわけで、ハチゴロはおびただしい薬草を眺めておか,かりがたにそんなことを問いました。 めったにな馬のように食べたところで下痢をするのがせいぜいででも百草のうちには昔から猛毒なものがありそれはお上の手で別なところに干してあります。とんでもオウレンでも毒でないとは言えません。かかりの役人は八五郎のとぼけた調子につられてこんなことまで話してくれました。毒薬は 今では問題にもなりませんが、大王渦も猛毒と思われた時代には、それは特別な処理方法さえあったのでしょう。昔は何よりの虫除けと思われ、幕府で厳重に取り締まったお種人参さえ、今ではシミさえ防げなくなっております。八五郎は、この辺りの薬草園に栽培している草根木皮を少し見上げに、 明神下の平の平治へ引き上げました「渦」が伝説の劇薬であったように半妙も伝説的な毒薬かもしれず八五郎の収穫はあまり大したものではありません。 第五章八五郎が帰ったのはそれから二日目白山の要求場で遊んで滝の川のお稲荷様を拝んで八五郎のスケジュールは相変わらずのんびりしております「あ何をしてるんだ小石川へ行くのに三日かかったぜ」「向こう柳原の八田の中毒事件は大したこともないとわかると八五郎は 糸目の切れたタコのように遊んでばかり歩きます何があったんです親分四百から底辺な騒ぎだお静元だから来てみるがいい八五郎は明神下へ三日目で過暴を出すと即座に平時に捕まってしまいました何をやらせたんです来てみるがいい差し当たりした匹を二人出し八田屋敷を見晴らしてあるが八田権十郎がやられたんだえ、そいつは底辺。 大変にはちげねえが向こうやなんやらのためには飛んだ野犬ばらいかもしれねえな。おしがり、イカ様暴ち、喧嘩の豚やただのみあらゆる悪事の巣が江戸から一つ減ったのです。あまり遠慮のないことを言わぬ平氏がこうつけつけ言うのも無理はありません。発った屋敷は一長四方にまたがりますが、はちきれそうな騒ぎでした。発ったゴンジュウ郎は。 昨夜のうちに殺され二十一人の町子供は今さらよりどころもなくただうろたえ騒ぐばかりですその中に統制と命令のできる皇帝や大稽古はあるわけではなくさしもに栄えた八田屋敷もこの一挙で解散してゆくよりほかに道もありません平治は二人の下っ引きに屋敷の整理をさせました二十一人の弟子たちは 道場の隅っこの方に追いやられ、平治と八五郎を通したのです。明日は江戸の町の中へ、何の統制もなく散ってゆく門弟たちは、目を光らして成行きを見ているだけです。殺されたところは、八田厳十郎の裏の間でした。八条の部屋ですが、立て込んだ北側の方は厳重に仕切られて、その戸の内側に鉄の火箸で、 無残にも八田権十郎は目玉を突き刺されそのまま死んでいるのです障子は開いたまま血は障子にも戸にも散って八田権十郎は目を押さえたまま事切れているではありませんか四十を起こした八田権十郎は無骨で野蛮で猛獣のような醜い男でした白羽ばたししっぱなどんぐり眼大きな口 すべてが念入りですが長い間土地の人を悩ましただけに寄りつけないような恐ろしさがあります死骸をよけて窓を開けると思いきや外は長い余へりのない畳でお勝手に続く物置になっております両国近い狭いうちでは寸尺の余地もなくお勝手のすぐ隣に主人の奥座敷があったのでしょうくせ者は 外から着いたに間違いもなく境の戸にはここから刺したと言わんばかりに一寸ほどの穴が開いております戸の外には庭かじきりの狭い境がありその上には物置らしい戸棚があります高さは四尺ばかりこの上へ生えば境の戸の穴に手が届かないことはありません武道鍛錬の道場主が 自分の目などをつれるでしょうか。八五郎はこんなことを言います。俺もそれを考えてるよ。おめえは土地のことをよく知ってるだろう。八田先生は本当にやっとうがうまかったのか。音程集から長年の人みんなに聞いつくれ。親分はその間にみんなに会ってみるよ。八五郎を送り出すと、平次はお岡手の方へ出動しました。主人八田金十郎の部屋、すなわち奥の一間の後は、 長与城の物置で戸棚とガラクタのほかには何にもなくその隣のお手には小さい娘のおおはぎがしょんぼりとしております。最初は十仕事見えましたが改めて見直すと柄は小さいが美しさも成熟も十分で16あるいは18と言っても不思議はないでしょう。 包み隠されたような異常な魅力。先の主人の啓蒙のところで何年か苦労をし、近頃畑に引き取られて20人のあぶれ者を養っているのも当然のことです。大層苦労をしたそうだな。おめえに。連れいことはねえのか、みんなよくしてくださいます。荒っぽいようでも気が大きい方々ばかりですから。おはぎは。 恥じらいながらそういうのです。柄は小さくともつつまし、やかな娘らしい魅力があります。堀田権十郎さんが殺されたことに心当たりはね。えのか、私には何にもわかりません。ところで、喜次郎はどうした？主人のようで千葉へ参り、今朝になって戻ってまいりました。ちょいと呼んでくれねえか。会ってみて。<laughs> おはぎは外へ出ましたが、やがて1人の若者を連れてきました。 三の若い男ですがこの道場の衆には例を見ない江戸前ないい男です尻切り,り満点で手ぬぐいを肩へかけて見る影もないなりですが朝黒い筋肉質で青春が張り切っているような不思議な男ですおめえは千葉へ行っていたと言うじゃねえか二日がかりでしたよおかげで八田様の災難も存じません一人かい,いえ 道連れは三人ありました八五郎親分のご存知の近所の州ばかりでこれでは全く疑いの外に置かれます平治は木次郎に分かれて元の長与城に帰りました戸棚の上の袋戸を開けるとそこにはもう一つ押入れがありその中から手に従っていろいろのものが出てきます枕、長い布団そんなのは何でもないのですが

で、境のとには一寸角ほどの口が不気味に光っているのです。隣の部屋に明かりがなければたった一目でこの部屋の様子が見られたでしょう。戸棚の上へ平次はよじ登りました。あまりほうきも届かぬところですが、そこには埃が1つもなく、きれいに掃除されているのも不思議です。おはよう。みんな分かってしまいましたよ。 八五郎がこの時外から飛んできました勝ち誇った声ですどうした八わかったか平次も飛んで出ました放っておくと八五郎は当たり構わず報告を続けるでしょう思った通り低変な先生ですようちですしゅうも長年のしも遠慮がねえから勝手なことを言いますよ死んだ人の悪口を言っちゃすまねえが江戸にはあんな武芸者もあったんだとね 小表はたいだが、あったごんじゅうろう、剣術なんか一つも知りはしません。おしがるいすりの名人で、長人どもを弟子にとって変化剣術を教えるのがせいぜい。武者修行なんか来ると、わらじせんを出しておっぱらい、変化口論には荒っぽい仲間を差し向ける。驚いた先生もあるもんだな。仲間をこしらえ、押し回すから手をつけられに。近所じゃ、薬病神が一人亡くなって赤飯を炊いてますよ。 八それで分かったよ来い見せるものがあるへ平次は踏み台をして棚の上に這い上がると袋戸棚を開けて大小いろいろの着物を放り出しましたえもんだけと枕と布団と女衣装と男着と昔々先代の着えもんが盛んな時持っていた草草の造物ですこれは何と思う八え レモンだけに枕を縛って布団を着せかけて女衣装と男衣装を着せるととんだ悩ましい図の模様になるやしねえか女の手でそれをこしらえるととんだ面白え格好になるよへえ江戸っ子はスキミの暇はねえおめえだってこいつは恥っかきなことだと思うだろうところが張った権十郎は四十代のしとりもんだスキミの癖があったんだよ時々はその隙間から隣の部屋を覗いている いやなことだが立ち聞きと覗き見は江戸の立ち並みにねえことだが田舎者はそんなことをするそうだ八田権十郎は日本一の田舎者だ幕末の偉人江へ有名を轟かした近藤十三は隣の家から隙見をされたのに腹を立て目かけとふざけていてその隣から覗く野郎を確かめ槍でもって目をついたという有名な話があります。 立ち引きも好き見もしないたしなみのいい江戸っ子は八五郎にも憧れの的だったのですするとおやぶん誰かがその癖を知っていて長が城に面白い舞えを作り自分は戸棚の上に乗っかって火箸で目をついたんだよ節穴から覗く目をつかれちゃ剣道の達人でも不せぎようはねえまして疲れたあったごんじうろうはろくに剣道もできねえ生倉武士だ 戸棚の上が吐いたようになって、埃り一つねえのが何よりの証拠だ。それじゃあこの家を貼ったゴンジュウロに横取りされたキジ郎の仕業じゃありませんか待て待て、下死人はキジ郎じゃねえ。キジ郎は昨日から江戸にいなかったよ。へえ、それと二十人の中毒を出したとこンやら鳥かぶと思ってきたのはキジ郎だ。小石川から持ってきて使う気にもならずに、風呂敷に包んで放っておいたのを そっと持ち出して闇汁の大鍋に放り込んだのは鍋のそばにいる人間だ下剤も毒薬も知らねえ人間だほほんあの娘だよあの子はキエモンに仕えて腹から張った権十郎を恨んでいるんだその上柄が小せえがあの娘も十八だキジロウを忘れなかったんだよえ<へ>鍋の中へ 薬草を放り込んだのはしくじったが節穴から目をついたのは間違いもなかったあの娘は木次郎に疑いをかけたくなかった木次郎がいねえ晩に長与城で独りしべえをしたんだよそれをどうして縛らねえんす親分もういねえよえっ木次郎とおはぎはさっき飛び出したよ江戸を離れて今日中には四宿の外へ行くだろうそれでいいじゃねえか向こう柳原は守備よく薬刑払いをしたのさ はあ、八五郎は不足そ,そうでしたでも色っぽい人形芝居の想像はなかなかに愉快です小柄な娘が一人いとも悩ましくしょさったのでしょう野村古道作「銭形平次鶏もの控え」より「一人芝居」昭和三十一年オール読み物。 1957年銭形平治捕物全集第25巻より読み切り ありがとうございます。